ね、今度12月5日になんか合同パーティーやるの、はい、そうです、55歳の誕生日なので、28歳のジンさんをゲストに呼んで、はい、で、あの兄さんもなんかさっきいらしたとこのね、あ、え、木馬店の誰か、イザナギジャパンさんとか、イザナギジャパンも出るんだね、はい、あと小学野千歳師匠と、千歳師匠、あと、NHK の紅白も横浜銀杯の皆さんもちょっと、ああ横浜銀杯、ありたいな、出演はしてくれるか分かんなくて、お祝いしてって言ったらやだよって言われてあと木山優作さんは、オンライン出演、オンライン出演、映像で出演するの、はい、あ、木山優作さん会いたかったな、あと多田文明さんでね、文明さん紹介してもらったね、いい男がいるんですよ、あ、本当に、はい、狙ってんの、いや狙ってないです、私と同い年なんですけどあ、そうなんだ、はい、で最初に今日歌うのは何を歌うんですか人が好き人が好き、本当に、じゃあマヌケミの人が好き、レッツゴー、デビュー曲スターライトドリーマーで CD デビューしました、イザナギジャパン、ジャパン、よろしくお願いします。可愛い顔してうわてのうわて、あなたが好きでも向こうの彼も素敵なわ、ショートとショートとショートに意識だ、こう仕組まれちゃうんだけど、可愛いって言いつけるみおちゃんはちゃんと歌詞の内容をして伝えようと頑張って、歌詞カードを見て一生懸命勉強したりはしてます。今から歌うラッセドンの意味は何ですか？それは調べたんですけど分かりませんでしたまず何語か分かんない、フランス語だよ、あ、フランス語ですか意味が分かんなくて歌ってんの、ラッセドン、ラブーのラブーも分かんないです、え、ラスドンは季節、季節、うん、シーズン、うん、そうそうそう、はい、ラブラブルは愛情、愛情、そういう内容を歌ってるんだけど、はい、山口百恵さんの歌詞にも沢田研二さんの曲にもそういう意味が感じられなかった、ということは沢田研二さんと山口百恵さんのせいにしてそのこのふてふてしい人の中の渡辺美穂ちゃんが歌います、はい、ラスドン、イエスゴー、I'm with you, my sister.
金調達のプロジェクトをさせてもらいまして、集まったそうですね、その集まった皆さんからの支援金で300枚手売りで、はい、で今日はその歌を歌ってくれる。あ、そうですね、はい、お届けしようかなと思います。もう CD も、はい、発売してんだよね。 CD がそうですね、でももう手売りだったんで、もう今手元にいないんで販売するものがなくて。あ、じゃあ心を販売してください。心から販売してください。で、CD はもう売れてしまったので今日はないそうですけども、じゃあ、はい、いや松田純之介さんのタイトルは、あ、僕のオリジナル曲の大切な君へという曲を、大切な君へ、それではいってもらいましょう。レッツゴー、お願いします。I just don't want to say goodbye、 君のことを思っててもまだ会いたい、君のこと抱きしめ、いつまでもそばにいたい。それでは最後にクラブでします。出会ってから今日まで松潤、発音がめちゃめちゃネイティブです、はい、キアラと A 作ディーピープル、ではどうぞ。I believe the truth in our future、let them lead the way, show them all the beauty they possess inside, give them a sense of pride to make it easier, let the children's laughter remind us how we used to be.負けてきたわ本当にもう、ね、素晴らしい。いや、あのこのカップル一体どうなってるのかなと思ったけど、ちょっと分かんないけど、どうなってるでしょこれ。いや、でも素晴らしい歌声でした。ありがとうございます。Thank you very much。 こちらも、あの、カカちゃんも宇宙から来たということで、デジタルワールドから来たんだよ。どっちかな、分かんないけど、デジタルワールドから来たそうですけど、カカちゃん、はい、今日歌う歌はデジモンアドベンチャーのオープニングテーマでバタフライ、バタフライ、キョウちゃんのバタフライ、レッツゴー。はい、さくらちょこです。Get down
笑顔ですよ。何やっても笑ってるもんね。あ、そうですね。わあ、阿部ちゃんの笑顔が本当にいつもね、素敵でね。 ありがとうございます。今日はソングオブヨーバースデー。あ、はい。猫ですか、今日。あ、今日は猫です。あ、猫だそうです。猫です。それでは行ってみたいと思います。阿部ひみほちゃんのソングオブヨーバースデー。Let's go。いつだって友達を大切にする。いかに